西山ダムは山梨県南駒郡早川町奈良田支度佐里にあるダム。包み高40.4メートルの重力式コンクリートダムであり、運営管理は山梨県企業局が行っている。水力発電用のダムであり、取水した水は下流の西山発電所に送られている。ダム湖の名前は奈良田湖という。山梨県知事天野久志が 止める山梨を掲げて、開発を行った野呂川総合開発において、最初に供用が開始されたダムである。1957年4月運用開始。放流設備は非常用洪水発揮3門に、常用洪水発揮1門を備えている。早川の他奈良田第一発電所から放流されたものが流入されており、奈良田湖に溜まった水を西側にある取水設備から取水して、 全長4906.9メートルの導水路を通り147メートルの落差を利用して西山発電所の水車を回している。水力発電所で使用された水は早川に戻される。西山発電所西山ダムより約5キロメートル下流にあたる早川町湯島にある水力発電所。早川の右岸に立地しており、野呂川総合開発において、 最初に運用が開始された発電所である。立、軸三小交流動機発電機と、建軸、フランシス式水車を、それぞれ2台備え、最大出力 18,800kW、常時出力 4,000kW の能力を誇る。ここで作られた電気は、東京電力、パワーグリッドの送電網で、東京電力ホールディングスに売却されている。ありがとうございます。